ドダムの管理棟のところにやってきました。せっかくなのでフォードダムを歩いて渡ろうと思います。前はここの階段を上がって上のさっき泊まってた仁淀の宿、秋葉の宿のところまで上がりましたね。はい、なんか芸術作品がありますよ。真似してるオーバーね。やっぱり発電してるから、水がどんどん出てきてますね。ここがダムの中央部分ですよね。これはメンテナンス用の移動の台車ですね。おばあがこれに乗るとか言っています。あそこ公園になってるね。対岸まで歩いてきました。あそこなんか工事やってますね。仁淀川四国の湧水、湧峰、石鎚山にその源を発し、愛媛、高知両県にまたがって太平洋に注ぐ四国で3番目に大きな河川である。その仁淀川に21年の歳月と780億円の費用をかけて流域及び周辺の発展を期する多目的ダムとしてオードダムが建設されたと。堤高96メートル、堤頂長が325メートルだそうです。で現在地がここですよね。でここにこうダム湖がガーッとあって、はい、岩屋川渓谷の方までダム湖が続くというふうになってます。じゃあ戻ります。あそこに見えてるのが泊まった秋葉の宿ですね。観光センター、お食事宿泊とこう擁壁に書かれてますね。はい、お茶の里です。ここはあの、朝霧がすごく出るのでその霧の関係もあってお茶が名産ということになってますね。では渡りましょう。え、お茶の里仁淀と書いてますね。この高さが96メートルですからね、それは高いよね。駐車場まで戻ってきました。ここまでで550メートルでした。まあ、10分ぐらいちょっと散歩という感じでしたね。では先に進みます。